皆様こんにちは、海老蔵でございます。今お言葉にもありましたように、本日私海老蔵として最後の公演舞台となるわけでございます。そして何よりも本日このようにコロナ禍の中にもかかわらず、多くの方々、そしてこのようにこうおもてなしをしてくださる成田市、また成田山新勝寺様、そして関係者各員の皆様にこの場をお借りいたしまして、改めて御礼を申し上げまする次第でございます。海老蔵となりまして18年、18年前もこちらでお練りをさせていただきました。その折は父も共に一緒にここに歩いていたわけでございます。大変その時の記憶が今走馬灯のようによみがえり、少しこう胸が熱くなり、また、真央と結婚した折も結婚報告でこちらの方にお邪魔させていただきました。それから数年が経ちまして、娘も四代目市川ボタンを襲名いたし、またせがれも今回、8代目として市川新之助という名跡を相続いたします。お練りの最中に新之助さんというふうにお声がかかると、またそれも懐かしい、私も新之助の時代がございましたので何とも言えない時間でございます。そのような時間を体験できますのも、これひとえに初代市川團十郎からこの成田山新勝寺様との長い長い深いご縁のおかげで、今日までなんとか13代続いて参ることができました。そのこともひとえに今この時代に共に生きてくださっている皆様方、お一人お一人の思いの強さ、温かさ、愛情の表れだと改めて強く感じている次第でございます。続きまして堀越勸玄さんより一言ご挨拶をいただきます。勸玄さん、よろしくお願いいたします。皆様、今日はお泊まりいただきありがとうございます。そしてこのようなお出迎え本当にありがとうございます。お父さんの言っている通り、夜堀越勸玄として最後の舞台をします。どうぞ皆さん温かい目で見守っていてください。襲名もぜひ見に来てくだされば嬉しいです。皆様、今回は本当にありがとうございました。また11月12月以降、市川新之助として頑張りたいので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。ぜひ頑張ってください。